はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は装備を作りたいと思います。昨日の動画で武器と防具の回線時で何パーセントで何かが起こるっていう装備を作ったんだよね。で、アクセサリーを作るのを忘れてたんですよ。今日はアクセサリーを作ります。今日作ろうと思うやつが、これですね。これ、解決マスクです。能力としましては、夜、回線時 20% で貯めるですね。まあ、夜限定ではあるんですけども、20%! すごくないですか？で、さらに合成をすると、2%×3、6だね。26% で貯める。素晴らしい。二つ装備すると 52% です。うん。二回に一回はタメルが発動するので、これはおそらく使えるんじゃないかな。まあ、とりあえず、かなり戦わなきゃいけないね。集めまーす。集め終わりました。40分ぐらいかかりましたね。全員に、解決マスクプラス3を装備することができてます。で、これなんだけども、夜の回線時に 26% で貯めるなんですけども、バトルファンタズム夜関係あるのかな？もしかすると、夜朝関係ないのかもしれません。まあ、とりあえず、一度戦ってみましょうか。全員が貯める状態で、出たらいいけどな。おお全員がためた。あ、でも、あ、バイキルトとかが入ってないんだな。なるほど。あ、じゃあこういう時は、また諦めるをして、全員っていうか、まあ、ヒューザと主人公ぐらいにバイキルトが入るまで、やり直していけばいいんだ。なるほどね。はいはい。やっぱ 52% だから、貯めるは結構入るよ、これ。次は、どんな感じでしょうか。お、アンヌシア一気に 50% 貯まるんだ。2回発動したんだね。あ、なるほど。解決マスクと、あと頭か足、どっちかでも発動したんだな。あー。でも、バイキルトが発動してないぞ。貯めるとバイキが同時に来れば、まあ、あ、これはまあまあか？アンルシアは溜まってないけど、まあヒューザは、うん、バイキかかってるし、これでちょっと妥協しようか。で、戦闘が始まったらば、装備を変えていきます。メテオエンジでしょ？で、アクセサリーをアクセルギアにするんだ。ね。これで OK。で、攻撃していきましょう。百裂なめ。お、いいね。ナイス、ナイス、ナイス。で、ジュリアンテにはもう攻撃していこうか。で、ここで攻撃するときに、アクセルギアから、中性のチョーカーに変えていくんだ。なら攻撃力がね、上がるんで、さらにダメージを増やすことができます。レボルおお、いいんじゃない？で、ヒューザも、ケイオスから、ライトニングソードの二刀流に変えて、で、解決マスクをアクセルギア。だね。で、2回行動した場合は、中性のチョーカーに次、付け替える。うん。まあ、なかなか忙しい感じになるんだけども。うん、それが、強いんだな。アクセルギアを、中性に変える。うん、この手間をね、惜しまずやっていけばいいってことね。フォースプレイ。いいね。んで、フーラは、あ、まあ、とりあえずね、アクセルギアを装備して、で、風切り2連いければいいな。うん、いかんか。で、アンルシアもアクセルギアに付け替える。
OK。で、超はやぶさを打っていけ。おお、いいダメージ。でも2回行動はしてない。仕方ねえな。OK。で、しっかりとアクセルギアは装備していく感じだね。で、レボル。おお、これジュリアンでも結構早めに倒せる。ほら。あ、忠誠してる。アクセルギアに変えて。で、天下無双。倒せるんじゃない？あー、まだか。アクセル装備してるね。なら、風切り。もう一回行動来い。来ないか。来たらもうマダンって撃ってやろうかなと思ったんだけどね。よし。おーい。早い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 。で、レボル。いや、これ、早いぞ早いぞ。おーし、ナイス。で、忠誠を装備して、火力アップ。おー、いいね。あ、必殺いけ、あー、いや、いける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 。いけないか。いけないか。もうちょいか。うまいや、レボル。いい、打っとけ。すんげえダメージ。すんげえダメージ。素晴らしいね。で、アクセル装備してるから、フォースブレイク。2回行動来い。よし。で、忠誠を装備して、これ、だいぶダメージ与えるよ。この状態だったらいける。天下無双、どれぐらいいく ?8000 ぐらいいく ?8000、ナイス。素晴らしい。あ、で、マダンテ。カンストするでしょ、しない？する？あー、惜しい。惜しい。あ、でも、倒せるんじゃない？おーし！え、早くなかった？早くなかった？最高俺確か18ターンだったと思うけど。12点！早っ！はい、それでは戻ってきました。今日はですね、アクセサリーのこれ、解決マスク、作ってみましたけども、これはね、強い。うん、バトルファンタズムで、これほんと必須級かもしれません。これがあると本当に早い。うん、12手で一番最初のとこ倒すことができたんで、いやー、これ多分もうちょっと粘れば10手ぐらいで倒せるかもしれません。うん。まあ、とにかくこの解決マスク作っておいて損はないです。うん、敵は弱いので、すぐね、集めることはできると思います。いやー、びっくりだわ。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。